さんこんにちは、ゆいです。普段はですね、プロダブルダッチチームレグスタイルに所属しながら、パフォーマーとして活動しています。その傍ら、ラジオ DJ やイベント MC などいろんな活動をしているんですけども、皆さんにぜひ、いろんな刺激をですね受けていただけたらなと思って YouTube 始めました。さあ、今回第2弾ということで、今日もフィットネスのコンテンツやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、では早速やっていきましょう。今日は、有酸素を取り入れたマウンテンクライマーやっていきたいと思います。こちらも20回、3セット頑張ってやってみてください。一番最初にうつ伏せの状態から肩幅よりも少し広めに両手を床につきます。でここからつま先立てて体まっすぐの状態、まずはこの基本が姿勢、お尻が上がったりとか腰が反ったりしないようにできるだけまっすぐの状態を作ります。でここから足を同じ方向、手と同じ方向に持ってくるんですけど、反対側にも行きたいですよね。これを一気にジャンプでスイッチしましょう。いきますよ、せーの、スイッチ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 。でこれやるときにジャンプしたらお尻が上がっちゃうとか、左右に触れちゃうことがよくあるんですけど、それがないように、気をつけてやってみてください。できるだけお尻の高さは同じ状態でスイッチ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 ストライクスイッチしていきます。これはじゃあ、20回やってみましょう。20回いきます。このようにですね、ちょっと心拍も上がるような動きなので汗もかけると思います。で何の道具もいらないので、ぜひ皆さんも、お家でやってみてください。全体的にコアですね、自分の軸をしっかりと保たないと、さっきみたいにお尻上がったりとか、左右に触れちゃうので、しっかりと、キープしたままキープしたまま、体を動かしてください。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたらいいね、もしくはチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。